ご乗車ありがとうございます。皆さん、ご協力をお願いいたします。Thank you for your cooperation. 6番乗り場に大和西大寺行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。天理方面はお乗り換えください。6番乗り場から大和西大寺行き各駅停車が発車します。6番乗り場に新田辺行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。天理方面はお乗り換えください。6番乗り場から新田辺行き各駅停車が発車します。次の新田辺行き各駅停車は2番乗り場から発車します。2番乗り場に新田辺行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。2番乗り場到着の電車は新田辺行き各駅停車です。大和西大寺はこの電車が先に到着いたします。平田です。山田行き柏神宮前方面は地下道通り3、4番乗り場の電車で乗り換えください。2番乗り場から新田辺行き各駅停車、失礼いたします。方面はお乗り換えください。5番乗り場に京都行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。大和西大寺へもこの電車が先に到着します。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。天理方面はお乗り換えください。5番乗り場から京都行き各駅停車が発車します。次の京都行き各駅停車は2番乗り場から発車します。2番乗り場に京都行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。大和西大寺へもこの電車が先に到着します。2番乗り場到着の電車、京都行き各駅停車です。大和西大寺へもこの電車が先に到着をいたします。平田です。山田行き柏原神宮前方面は地下道通り3、4番乗り場の電車にお乗り換えください。2番乗り場から京都行き各駅停車を失礼いたします。5番乗り場に大和西大寺行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は郡山です。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。天理方面はお乗り換えください。5番乗り場から大和西大寺行き急行が発車します。次の大和西大寺行き急行は2番乗り場から発車します。2番乗り場に大和西大寺行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は郡山です。
平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。橿原神宮前方面はお乗り換えください。2番乗り場から大和西大寺行き急行が発車します。はい、2番乗り場に京都行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は郡山、大和西大寺、高野原、新放送の新田辺、大久保、桃山五両前、丹波橋、武田、東寺です。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。橿原神宮前方面はお乗り換えください。2番乗り場から京都行き急行が発車します。5番乗り場に京都行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は郡山、大和西大寺、高野原、新放送の新田辺、大久保、桃山五両前、丹波橋、武田、東寺です。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。天理方面はお乗り換えください。5番乗り場から京都行き急行が発車します。2番乗り場に貸切電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は団体貸切です。一般のお客様はご乗車にならないようお願いします。2番乗り場から電車が発車します。5番乗り場を電車が通過します。危険ですから黄色い線までお下がりください。3番乗り場に橿原神宮前行き各駅停車が4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。天理方面はお乗り換えください。3番乗り場から橿原神宮前行き各駅停車が発車します。4番乗り場に橿原神宮前行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は田原本、大和八木、八木西口、うねび五両前です。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。天理方面はお乗り換えください。3番乗り場に貸切電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は団体貸切です。一般のお客様はご乗車にならないようお願いします。3番乗り場から貸切電車が
発車します。4番乗り場を電車が通過します。危険ですから黄色い線までお下がりください。1番乗り場に天理行きが4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は天理までの各駅に止まります。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。橿原神宮前方面はお乗り換えください。2番乗り場に天理行きが4両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。この電車は天理までの各駅に止まります。平畑です。お忘れ物のないようご注意ください。橿原神宮前方面はお乗り換えください。2番乗り場から天理行きが発車します。2番乗り場に電車が参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。2番乗り場から電車が発車します。